島の人はみんな人が大好き、移住してきてくれて無事ありがとう。島のキラキラを魅力発信、喜んでドゲードブチ感謝、ブチラッキーブチハッピー、不甲斐ええことばっかミラクルじゃん。ブチラッキーブチハッピー、不甲斐ええことばっかミラクルじゃん。スオオ島にブチ感謝イエーイ。はい、防府市から、お越しいただきましたカ・パク・カウイオ・クプアレフアの皆さんです。ありがとうございました。賑やか、総勢何名いらっしゃるんですか？何人ですかね、40人弱だと思いますけど、ちょっと数えてませんが。これあれですよね、教室にはもっとたくさんの方がいらっしゃるんですよね。何人でやってるんですか、はい、普段練習は。練習各教室ありますけど、全体的には90か100かぐらいはいらっしゃるかなと思いますけど、今日はその中から40名ぐらい、弱ぐらい、はい、来られてます。すごいですね。上は何歳から下は何歳までいらっしゃるんですか？上は手を挙げてください。失礼ですか、はい、上は年言っていい？あの今日じゃなくてもいいですよ、はい。上は70代の方が、はいはい、いらっしゃいます、はい、ありがとうございます。77歳だそうです。はい、下は小さい子は4歳からです。4歳から、はい、今日は来てませんけど。皆さんフラ楽しいですか？ありがとうございます。この、カパークカウイオクプアレフアどんな意味ですか？はい、カパークはフラ教室というハワイ語なんですけど、カウイオクープアレフアはハワイ語で私の大切なレフアのお花という意味なので、続けて私の大切なレフアの花の教室という意味です。はい、お花、はい、ハワイ島にレフアのお花というのがあるんですけど、はい、レフアのお花はフラの象徴のお花ともされていて、美しく強いお花です。はい、すみません、ちょっと僕今恥ずかしくなりました。全然知らずに今日この場に来たことを本当後悔してます。すみませんでした。これサタフラは何回目ですか今回？もう数え切れません。毎年来てるので。毎年、はい、ありがとうございます。もう7回8回くらいかな。7回8回、はい、は来てると思います。私も7回8回来てますよっていう方いらっしゃいますか？あ、何人か、はい、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。あのフラの魅力一言で言うと何ですか？はい、誰か、はい、ちょっと様には教えてください。絶対言われると、はい、フラの魅力ですか？はい、フラの魅力は素敵なミュージックに合わせてその歌の意味を見ようて耳を目まね、何でしたっけ？違う、身振り手振り身振り手振り手振りで表現するところです。はい、はい、これね、放送もサタフラシーズン終わった後に、周防島町内の皆さんに見ていただく番組を今こうやって撮影してるんですが、来年ぜひ大島町の多くの周防島町の多くの人にこの会場に足を運んでいただきたいと思っています。来年に向けて
多分来年もね来てくださると思いますので、来年に向けて、来年のサタフラに向けて一言お願いします。はい、ここのサタフラは海をバックに踊れてヤシの木があって本当にハワイみたいな雰囲気で踊れて素晴らしい会場です。私たちも毎年この夏が来るのが楽しみで、みんなでこうやって遠いところは今日は宇部から参加してくれてますし、みんなが一生懸命サタフラに出るために練習してきました。はい、また来年も来たいと思いますし、多くの皆さんに参加していただいて盛り上げていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。マハロはい、本日最後の、フラを披露してくれましたパーラウフラ大岡マヒナポエポエの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。先生、今日は全部生音でしたね。そうですね、はい、今日は贅沢に慎太郎さんの、ウクレレとスラッキーギターで踊らせてもらうことができました。はい、本当、ね、その先生のちゃんとに合わせて、あれは皆さんが踊るときに声を出すのもあれもちゃんとですか？お互いに あれは、はい、カヘアと言って、はい、掛け声のことですね。掛け声、うん、でその掛け声と私のちゃんとが合わさって一つの、曲になるというか、はい、踊りになるっていうところですね。はい、なんか本当ね、贅沢とおっしゃいましたが本当に贅沢な時間というか、はい、なんかこうあれでも今回慎太郎さんも、はい、生で歌を披露してくださいました。はい、周防大島のサタフラいかがでしたか？楽しいですね。初めてですか？初めてです。サタフラどころか広島とかもそうですけど、こっちの大島も初めてですね。あ、そうですか。はい、今日は泊まって行かれるんですか？あ、もちろんです。大島をね、楽しんで行っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。なんて言うんでしょう、今回急遽その慎太郎さんが出演されることになったんですか？そうですね、昨日の夜中に実は決まりました。はい、で、お昼からみんなで2時間、3時間ぐらいかなずつリハーサルをして、はい、でももうこの子たちは曲の意味も全部覚えてるので、音さえあれば、はい、踊れる子たちなので、はい、何の問題もなく、はい、で慎太郎さんの優しい歌声で包まれてみんな気持ちよく踊れたと思います。そう、はい、なんかこう比較的聞き覚えのある曲というか、普段よく耳にする曲なんですが、それがなんかね、うん、今ここで生で歌ってるんだっていうのが本当伝わる、素敵な演奏と素敵なファルセットと本当こんなに高い声の日本人がいるんだ、男性でね、本当びっくりするぐらいの歌声でした。ありがとうございます。大丈夫ですよ、ちゃんと女性好きですよ。そんな疑いはないんですけど、ね、でさっきのね、急遽っていうのはね、割とこうサタフラの上の人たちがよく言うんですけど、こうなんか、まあ、僕たちちょっと緩い雰囲気で申し訳ないんですけどみたいなことを言うんですけど、そういうなんかね、出演される側もなんか急遽今回決まって
ていうとなかなか対応が難しかったりすると思うんですけど、そういうところもね、なんかうまく吸収できるイベントだなと思って、ね、あの、はい、すいません手前味噌で言うんですけど、いえいえ、はい、本当に最後にね、今日の最後に素敵な時間を作っていただいたなと思って、はい、ありがとうございます。今回ね、周防大島と広島の混合チームというか一緒にやられているので、はい、来年以降もまたこんな感じなステージをお届けしていただけるんじゃないかと思って、はい、期待しております。はい、みんな頑張りましょうね、来年もね。はい、はい、これからもよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、8月23日土曜日のサタフラ、その模様を少しだけお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。正直言うとですね、僕瀬戸内のハワイ周防大島というキャッチフレーズちょっと無理があるんじゃないかなって思ってたんですよ。だけども今年こういうサタフラに出会えてというか、サタフラに触れて、あとそのハワイアンフェスティバルっていうものに行って、瀬戸内のハワイって自分で言っているうちに、なんかどんどん魅力的に思えてきて、本当周防大島の売りになる、なんていうんですかね、文化の一つというか、そんな気がしてきましたしてきましたって言うとあれですけど、しています。そのフラで使われる曲の中にハワイの風景だったりとかハワイの文化がたくさん歌われているんですが、今年ちょっとね、そのサタフラの司会みたいなことをさせていただく機会もあって、なんかそういう歌詞をね、ご紹介する機会も多くあったんですね。で、そういうのをこう、まあ、その場で初めて読んでるんですけど、なんか読めば読むほどなんか周防大島に似ている、そんな風景がね、あったりするので、なんか瀬戸内のハワイ、周防大島、いろいろこれからもできるんじゃないかなって思っています。今回ほんのちょっとだけでしたけれども、サタフラに興味を持っていただきましたら、ぜひとも来年のサタフラ会場に足を運んでいただいて、会場を盛り上げてください。全国の、本当今年ね、全国が110チーム、北は東京、神奈川から、南は福岡まで、まあ、大阪、愛知など、たくさん本当全国からフラガール、フラボーイ、集まっています。なんかその会場をね、盛り上げる意味でも皆さんのお力を貸してください。そして瀬戸内のハワイ、周防大島の夏を、盛り上げてください。よろしくお願いします。